フォートボール配信してる人少ないですよね。シーア。シーア。シーア。この斧なら強いけどね。てしー、最初からレベル50やとこれ強いよな、これ。スキルまだ獲得してないのにこの強さって。手に入れた鍵でまた選ぶのかなですね。わらねえ、50は汚ねえわこれ。体力いこうかな。こちらとか今度一緒にやりましょうよ。クソ弱いけど。おりゃー、こいやー、夜中の RPG 舐めんじゃねえよお前。これで疲れ切って風呂入るのが最高なんだよお前。こいよらー、強っ、やば、いた、あ、いたー、いて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 、この野郎、あ、いたー、このこいつら硬えなマジで。三浦さん強いね、一瞬だけでもやりますな。うわ、グレッツを出て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 、アペックスは元プラチナです。やるぅ、いつも来るね、フォートナイトから知り合った神くんっていう子がね、今はゴールド、神くんっていうモデレーターの子がいるんだけど、プラチナ行っててね、今日ね。プラチナだとゴールドにならないと一緒にランクマできないでしょ、だからできないんです、できないんだよって言われて、ね、ゴールドに上がらなあかんくなってもた俺。めんどくさいんだよね、野良でやりたくないんだよあんまり。エペックスゴールドまで行けるけどさ、やってりゃ行くよねあれ、ゴールドめんどくせえんだよ。行くぞ、ボスに向かって一直線。うわー、敵だー、いてー、強いな、こいつは強いぜ。うわ、この野郎、さっきと違ってめちゃめちゃ落とすよ、なんかいろいろ。うわぁ、うわ、消えた、やばいやばいやばい、はない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 、雑魚敵は任せた、任せて、倒した、あのトカゲ野郎、あ、いた、この野郎、透明化の時ダメージ取らねえのかこれ野郎、この、いてー、
おっしゃディアブロだよね、はっきり言って。ほそ分解とかこれやたらとぶっ込みいっぱい手に入って、これつれも RPG 大好きだから、このいっぱい武器入ってる中でアップグレードさせながらいろんな武器を手に入れるっていうのがたまらんみたいなのよ。俺は RPG 普通だから気持ちはわかるけどね、アクションもレースも好きだからね。無類の RPG 好きだからって。やべえやん、それ。しゅあちゃ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 。あちゃボスいっぱい出てくんな。うわシェイ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 。楽しい。持ちきれなくなるんじゃない？これ。うわ、レア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 。この紫のとかもうディアブロじゃん、これ。レア度のほら書き方もさ、エピックとか。あれどこ行った？これ。ハクスラは最高に脳汁やばいです絵文字。ハクスラっていうの、こういうシステム。レジェンダリーが出ちゃった。あ、全然違う。レジェンダリーだと攻撃速度が半端じゃない。そう、ディアブロと一緒だから、運だよね。それでもやっぱ双剣だなっていう感じ。なんだこれ、うわー魔法だー。やべー死んだすげえ。すげえんだよね。弱すぎるんだよ。いてえ。やべえ、双剣弱すぎなんだよね。青い線が出てる的は魔法使いを倒さないも、もう片方は無敵です。